どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、昨日から、またね、生放送で結構紹介しているですね、ローソンお試し引換券の、祭りがね、現在開催されておりますんで、今回ねこちら、解説、利用方法等々をね、解説、やっていきたいと思います。ポイントサイトのねポイントを、まあ、お得にね、まあ、利用したい方はねぜひねこの動画を参考にね、してみていただけたらなと思います。まあ ANA マイルとか JAL マイルとかね、マイルに交換するのはもちろんおすすめなんですけども、こちらもね結構スーパーおすすめですので、最後ね時間がある方はぜひね、やってみていただけたらなと思います。まずね、お試し引換券っていうのが、ローソンのまあ、サービスであるんですけども、まあ、ローソンの商品を、D ポイントもしくはポンタポイントでね、まあ、お試しで利用できるっていう制度なんですけども、まあ、これのねいつもやってるのはお試し引換券っていう制度なんですけども、今回は、お祭りがね、やっておりますんで、期間がですね6月17日からスタートしてるんですけども、まあ、こちらね終了は決まってなくて、まあ、対象商品がねなくなるまでは実施されるっていうものになっております。まあ、本来ね D ポイントポンタポイントね1ポイント1円としての価値として利用できるものなんですけども、このローソンお試し引換券のねで利用すれば、まあ、一般的には2円から3円ぐらいになるんですけども、まあ、この現在行われてるね、お試し引換券祭りで利用した場合はですね5円から8円ぐらいのね、なりますので利用していただきたいなと思いますし、 D ポイントの場合は、期間限定ポイントっていうのがありますよね。まあ、先日出させていただいた、まあ、今現在ね D ポイントはコスモ石油経由でね、利用すると、ポイント利用するとね期間限定ポイント、通常ポイントにね交換できたり、まあ、しちゃいますけども、まあ、本来ねこの D ポイントの期間限定ポイントっていうものもこのお試し引換券でね、利用することができます。で、まあ、商品はね、まあ、今回のはまあこんな感じになっておりまして、かなりね対象商品多いですので、公式サイトね概要欄に貼っておきますので、ぜひね、見ていただけたらなと思うんですけども、商品がですね、アイスとか飲み物、等々はですねほとんど30円、30ポイントですね。まあ、お酒の場合は、350缶で、50ポイントで、500缶でも、50ポイントということで、だからまあ50円分でね交換できるということで、まあ30ポイントってことはね、まあ、30円分なんで、まあ、かなり安いですし、 200ml の、ね、お酒であっても、まあ、50ポイントとかでね、まあ、交換できてしまいますんで、まあ、かなりお得ですよね。前回、4月にもですね、このお試し引換券のお祭りがありまして、その時はね私かなり、参加して、まあ、こんな感じでねその時のね写真出しておきますけども、こんな感じでね利用していただいて、まあ、こんだけね撮ったんですけども、その後もですねかなり撮らせていただきました。ですんで、まあこれは写真一部なんですけども、これ以上にですね商品をこのお祭りでねゲットさせていただいたっていう感じなんですよね。まあ、この写真の中のね商品だけでも、前回ね4271円分を購入して利用したポイントがね、まあ、1350ポイントということなんで、かなりお得ですよね。で、今回なんですけども、ちょっと私はですね、今こんな体でどうしようかね、迷ってたんですけども、引換券のお祭りはね、参戦しないっていう感じでね、まあ、もしくは少しぐらいね、アイスとかね、家族の方の、ね、用事で、まあ、取りに行ってもらうことあるかもしれないですけども、基本的にはね、まあ、ほとんど参戦しないかなっていう感じなんですよね。まあ、実際にね、じゃあこのお試し引換券の、今回のお祭り、利用方法なんですけども、まずねローソンのアプリをスマートフォンにねダウンロードしていただく必要があります。でダウンロードしていただいたらね、ログインする必要がありますんで、ローソンのねアカウントを持っていない方はね、ローソンの会員登録がね、まあ、必要っていう風になっております。でログインができたらですね、右下にね設定ボタンがありますんで、こちらね画像を出しておきますけども、クリックしていきます。ここでねポイント、カードをねこのローソンのアプリにね紐付ける、作業を行います。でポイントカード管理をクリックしていただいて、ちょっとこの画面はですねちょっと私も紐付いてしまった後の画面なんですけども、まあ、ここでねポンタポイントもしくは D ポイント、ここで、まあ、紐付けを行うっていう感じですね。でこちらはローソンアプリ内でね利用する、ポイントカードを紐付けるだけであって、別にローソンとね、支払い方法でポイントカードを選択しているわけではないので、まあその点はね安心していただけたらなと思います。ただ単にローソンのアプリ内で利用するのが、まあこのポイントカード管理のね、管理されているポイントっていう風になります。でそうするとね、まず
トップ画面の方戻っていただいて、一番上にね、左上お試し引き換え券っていうところがありますんで、そちらでね、あの商品購入していくんですけども、今回のね、対象商品がもし見たいっていう方はね、まあ、下の方にもですね、お試し引き換え券、商品一覧みたいなところがねありますんで、そちら見ていただいても今回のね、対象商品全部見ることができますんで、まあ、それもね合わせて覚えておいてください。では、お試し引換券の方ね、上の方をクリックしていただきます。そうするとですね、ポイントの色がですね、ブルーのアイコンと赤いアイコンがね、出てくると思うんですけども、ポイント数はね、必要ポイント数を意味しておりまして、赤はね、赤いアイコンの、ポイント数のものはですね、アプリ内からもうそのまま、商品がね、確保できて、あのお店に行ってね、商品、取ってレジ行って購入するだけなんですけども、ブルーのアイコンの方はちょっと残念ながらですね、ロッピーでね、発券する必要がありますんで、その点はね、覚えておいてください。で、前回まではですね、このお酒は、まあ、全てね、ロッピーで発券しなきゃいけなかったんですよね。まあ、これすごい手間でね、毎回毎回カードを通してあのやんなきゃいけなかったわけなんですけども、これがね、最近のこのローソンのアップデートですね、スマートフォンアプリの方がアップデートされて、これね、必要なくなったんですよね。ですんで、お酒もアプリの方でね、あの確保することができるようになったんで、かなりね、利用しやすくなりました。その代わりですね、おそらくですけども、前回のお試し引換券の祭りの時はお酒もね、かなり残ってたんですよね。始まってから1週間半とかね、2週間ぐらいまで残ってた商品まであったんですよね。ですけども、やっぱりね、ロッピーで発券しなきゃいけないから、まあ残ってたっていうのはかなりあると思いますんで、今回の祭りからですね、スマートフォンでね、予約して、まあ、スマートフォン1台あればね、お酒も、購入することができるようになったんで、今回の方が多分ね、商品自体がなくなるのはね、かなり早いと思います。次にね、ロッピーでの、発券方法ですね。まあ、ブルーのね、アイコンの、ポイントの商品はないんですけども、まあ、一応ね、ロッピーの利用方法をね、解説しておきます。このロッピーの、発券する商品なんですけども、まずね、ロッピーで発券する前にですね、そのお店に自分が狙ってる商品がね、あるか、確認してくださいね。これない場合も結構ありますんで、まず商品があるかを確認してください。で、あったらですね、ローソンのロッピーの前に行きまして、トップ画面のね、右下の画面からポイント会員メニューをね、クリックしていただきます。そうすると、ポンタポイントもしくは D ポイントをね、カードをスライドしてくださいっていう画面が出ますんで、そちらね、スライドしてください。で、モバイルポンタの場合はですね、かざすだけでも OK です。残念ながらこちらね、 D ポイントは対応してないっていう感じですね。で、ログインしたらですね、上から2番目のね、一覧から、発券するをクリックしていただいて、狙ってる商品がね、ある場合はまあそこでね、クリックしていただいて商品探していただいてもいいんですけども、もしね、全体が見たいという場合はね、一番右下の全商品っていうのをね、クリックしていただきます。で、欲しい商品をね、クリックしていただいて、次の画面で、発券していただくっていう感じになりますね。そうするとロッピーからね、本当にこのぐらいのサイズの、ね、レシートがね、発券されますので、それと商品をね、持ってレジに行くっていう感じになりますね。で、次にね、赤色のアイコンの商品なんですけども、先ほど言った通りね、赤色の、アイコンの商品はスマートフォンのアプリでね、予約することが可能です。こちらね、スマートフォン画面を出しておきますけども、欲しい商品をね、クリックしていただいて、予約するをクリックしていただきます。そうするとね、予約ボックスってところに入りますんで、トップ画面のですね、一番右上にボックスみたいなね、マークがあると思いますんで、そちらをね、クリックしていただきます。そうするとね、そこに予約した商品ね、入ってますんで、商品とね、一緒にレジに行っていただいて、選択したね、バーコードをまとめて表示するってね、一番下のボタンを押していただくと、バーコードがね、表示されますんで、まあ、それをね、商品を出してそれを読んでもらって、まあ、無料でね、引き換えてくるっていう手順になります。これがね、赤色の商品の、ゲットの仕方なんですけども、一つね、覚えておいていただきたいんですけども、このね、赤色のアイコンの商品も、ロッピーでね、
発見することができます。基本的には面倒くさいんで、まあ、利用することねほとんどないと思うんですけども、まあ、スマートフォンアプリがアクセス集中でね結構ね利用できない時がね前回あったんですよね。ですのでもしそういう時はですねロッピーの方もね利用するっていうのも覚えておいておきましょう。同じ商品がねロッピーでも確保することができますんで、それもね覚えておいていただけたらなと思います。で最後に、会計方法なんですけども、一つねここで覚えておいていただきたいんですけども、今回のこのローソンお試し引換券祭り、まあ普段もそうなんですけども、ポイントでね商品を購入するわけじゃないですか。ですのでポイントカードを出してもねポイントつかないと思ってる方結構いらっしゃるみたいなんですけども、これがねつきますので、あの会計の時に D ポイントまたはポンタポイントね確実に出してね、あの商品出してクーポン出してっていう感じでね、なぜかねこのポイント購入しているにもかかわらずね、基本 1% のポイントがね、もらうことができますんで、その点はね、覚えておいてください。またねあのクーポンを発券して、基本的に30分以内にあのレジ通さなきゃいけないんですけども、あの先ほど言った通りね商品がないこともね結構ザラにあるんですよね。ですのでこれも覚えておいていただきたいんですけども、30分以内に、クーポンを取ってクーポンを発券してしまった状態で、30分経ってしまったらその使ったポイントっていうのはどうなるかっていうと戻ってきますんで、まあ、その点はね安心していただいて、それが過ぎたからといってポイント失効したりしませんので、ポイントはね後々戻ってきますんで、その点もね覚えておいていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回はローソンお試し引換券祭りのね、利用方法を、解説させていただきましたけども、ポイントサイトにね、ある程度ポイント持たれている方はですね、ぜひね積極的に、狙っていただけたらなと思います。あのそこら辺のねスーパーで買うよりかはこのローソンお試し引換券祭り、まあ普段もそうなんですけども、まあおそらくですけどもスーパーよりかはね、安く、お酒等々も、ね、購入することができると思いますので、個人的にはおすすめという風になっておりますので、時間がある方はですねぜひ利用してみてはいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この情報が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですねこういったお得情報、JAL マイル ANA マイルですね、あとマリオットボンボイホテルクレジットカード、などをね、発信しておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。